ここでは等差数列の和から一般校について勉強しますこの問題の解き方とその意味を確認していきましょうまずは復習の方のための略解ですこれを見ても意味がわからない場合はここから一緒に授業を確認していきましょうでは行きましょう今回の問題ですが新たに学ぶ知識はないですこれまでに習ったことを使って解いていくことになりますのでね考え方方針がとても大切になります まず、過去1の方針ですが与えられたヒントを見ると初項から第5項までの和と第6項から第10項までの和が分かっているんですね。で、このようにですね、もう校数が分かっているんですからあとは初項とね、校差をもう文字で置いてしまえばこの和っていうのは表せるじゃないかっていうふうに考えるんですね。 だって、等差数列の和って、初項を足すマークをかける項数割る2でしたもんね。だから初項と交差さえ文字で置いてしまえば、初項はもちろんそのままの文字が入りますし、マークをも初項と交差を使って表すことができると。ですから、またね、この項数を、もうこの与えられたヒントを使えば出すことができるんで、この文字を2つ置くことになるんですが、式も2つ出てくるんで、連立方程式で解けるじゃないかということがわかります。 次、かっ2の方針ですが、これはもう一般項さえ分かってしまえば簡単ですよね。だって、これ、第1 1項から第15項までの和っていうことは、もうこれを初項、これをマーク項としてかける項数あるにしたら OK ですもんね。もしくは別の方法としては、11項目から15項目までの和を求めたけりゃ、1項目から15項目までの和を出しといて、そこから1項目から10項目までの和を引くと。それでも出てきますよね。どちらでも大丈夫です。 じゃあ早速カッ1から具体的な回答を見ていきましょうカッ1は初項へ交差をデートすることがポイントになりますこれさえしてしまえばこの初項から第5項までの和が45使えますもんね具体的にどう使うかっていうと1項目足す5項目かける項数 ÷2 が45になるよと で一項目は今文字で置いた英がそのまま入ります。で英語五項目はどうなるかというと交差をデートしてるんでこの一般項の公式 a n イコール初項を足す交差かける n 引く一ここにこの n のところにね五を代入すれば英語は a 足す四でということがわかりますよね。それが分かっていれば初項を足す五項目括弧閉じるかける項数の五割るにイコール四十五という式を作れますよね。 あとはこの計算を整理していけば a+2 でイコール9まで持っていくことができます同様に考えると第6項から第10項までの和がマイス5っていうのはこの式できますよねこの前半部分がこれが第6項目を表していますこの後半部分は第10項目を表していますそして項数は a6 から a10 なんで123455項ありますよねなんでかける5る2これがマイナス5になるよっていう式ができます 同様に計算を整理していけば a たす7でイコールマイナス1という式が出てきます。これで文字2つに式2つ出たんで連立方程式を解けば a とでは出ますよね。計算も大丈夫かと思いますが念のために一応連立方程式の、ね、計算の一例を載せておきます。以上より a が13 d がマイナス2と分かります。つまり初項が13交差がマイナス2と分かったんで一般項出ますよね。一般項は先ほども確認した通り初を足す 交差かける n 引く1で出るので初項を足す交差かける n 引く1これを展開して整理すればマイナス -2n プラス15ということになってこれが一般項ということがわかります OK でしょうかでは次括弧に行きましょう括弧には第11項から第15項までの和ですねでもこれはもう簡単ですねだって初項を第11項末項第15項そして項数は a11 から a15 なので1,2,3,4,5 5になりますので初項を足す末項をかける5割る2これで出ますもんね で11項目と15項目はどうするんだっていうとこれはもう一般項が出たんですぐ求めることができるよとつまり第11項目はこの n のとこに11を代入すればいいんでマイナス 2×11+15 ですね計算すればマイナス7です第15項目も同様にここに15を代入すればマイナス 2×15+15 でねマイナス15になります よって求める和はですね第11項目足す第15項目かける項数の5割る2で計算すればマイナ五5 5というふうに求まります OK でしょうか別解の方法も確認しておきましょう11項目から15項目までの和を求めたけりゃ初項1項目から15項目までの和を出してそこから初項から10項目までの和を引く方法でも OK ですよね その場合第1項目から第15項目までの和はどうなるかというと初項第1項目は括弧こ1より13です。まあ、もしくはここにね n イコール1を代入しても13と出てきます。15項目は先ほど求めた通りこの n にね15を代入すればマイナス15とわかります。よって初項足す15項目かける項数1 5る2でね第1項目から15項目までの和はマイナス15とわかります。 同様に第1項目から第10項目までの和も初項項項す10項目項数10 40目かる数2で40と分かりますよって求めたいこの11項目から15項目までの和は全部の1 5から10項目までの40を引いた1 5 40で5 5ということが分かってね答えがやはり一致します。OK でしょうか。 はい、ということでここでは等差数列の和から一般項について勉強しました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。あとは自分でもノーヒントで再現できるように、この問題類題にしっかり練習しておきましょう。